皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが6月13日に配信した火曜日恒例の予言を数回にわたってご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年6月13日の予言。麗しき友人の皆様、本日も素晴らしい日をお過ごしだと思います。ラスベガスが異星人に侵略され、前大統領が起訴され、前例のない大火事がカナダで発生しました。まるで世界が狂ったかのようです。以前にいくつかの橋が崩落すると予言しましたが、実際に壊れそうなインフラ設備はそこら中にあります。ですが想定外なことにフィラデルフィアの高速道路に架かる橋が焼け落ちてしまいました。奇妙なお話だと思いませんか？これこそ陰謀論の蓋を開けてしまいそうな内容ですが、実はこれもインフラへの攻撃の一環なのです。イエローストーン国立公園に訪れる方はどうか警戒してください。これは以前からお伝えしているイエローストーンの火山活動だけではなく、動物からの攻撃にも遭うからです。これから今まで以上に動物が攻撃的になり、サメだって例外ではありません。今流れている事故を起こしやすくするエネルギーのせいでボートの事故が起こるとしばらく前にお伝えしましたが、不幸なことにニューヨークで旅行者のボートが転覆して一人亡くなられました。本日は私のチームスピリットたちがこの事故を起こすエネルギーの中で皆様の勘をもっと鋭くさせてくれます。それはとても大切なことです。アイルランドでは本当に気候変動を理由に20万頭の牛を殺処分するのでしょうか。特に牛肉が好きな方々は警戒してください。このような動きはすぐに皆様の街で起こるかもしれません。これだけ大量の牛の肉はどこへ消えたのでしょうか。実はこのニュースに重大な警告が含まれているとスピリットは教えてくれました。なぜ金持ちの上流階級はこぞって地下施設を建築しているのでしょうか。そのことについては、未来の世界地図の予言の動画で詳しく解説しています。ザッカーバーグのような上流階級は軍事用ドローンで武装し、どこの国の大統領よりも厳重な警備をしていますがそれはなぜでしょうか。私たちが知らない何かを知っているのでしょうか。そのことに関する私なりの答えと、彼らが何を恐れているのかについてお話しします。これは警告となりますがもうこれ以上お金を持たないでください。特にペイパルや仮想通貨を持っている方に警告しなければなりません。これから新たな仮想通貨に関するイベントが起こるでしょう。テキサスの海岸に数千もの魚が打ち上げられました。これは以前からお伝えしている水の問題と、またビーチが閉鎖される予言と関係しています。どうしてこれだけの魚が打ち上げられたのかについてとても有力な情報をお届けします。水に関してとても気がかりな警告をお届けします。これが最近急増しているトランスジェンダーと関連するのでしょうか。その可能性についてお伝えします。そのような物質を長い間闇側は飲み水に混入し続けてきたのです。このような話題をこの70回目の定例予言で皆様にお届けします。このチャンネルに初めて訪れた方々、そして戻ってきた皆様、私はジョセフ・ピテルと申します。皆様を心から歓迎するとともに、ためになる情報をお届けします。本当の予言や信託、そして真実をお知りになりたいのでしたらこのチャンネルをご覧になってください。皆様からの愛とご支援に心から感謝します。このような活動を続けていられるのもひとえに皆様のおかげです。皆様はいろいろなものが前より輝いて見えることにお気づきですか？多分皆様ならもうお気づきかと思いますが、色が前より鮮やかに見え、ここ数ヶ月の気が狂うようなエネルギーシフトを経験して以前よりも増して直感が働くようになりました。そのおかげで以前よりも物事がはっきりとわかるようになりました。2012年からこの覚醒は続いていますが、2020年以降何が起きたのかについてさらによくわかってきたのではないでしょうか。そして今さらなる精神の覚醒が進んでおり、物事がもっとはっきりと理解できるようになっています。スピリットによればこのように私たちの精神や DNA までもが補強された結果だそうです。地球が成長するのと同じように私たちの精神も成長しているのです。今週の週末にまた夜が暗くなる新月がやってきます。そこでまた無限の可能性が開花し、皆様の内なる火がさらに明るく灯るのです。これはこれからの未来へ行くために私たちすべてにとって重要なこととなります。今後数日の間宇宙に皆様の願望を打ち明けるための神聖な場所と時間が必要です。今回の新月は皆様の願望を伝えるのにまたとない機会を届けてくれます。あらゆる物事には周期があり、終わりは新たな始まりでもあります。そのように今回の新月を捉えていただければと思います。皆様には夢を現実にする魔法の能力があります。時には予言が煩わしく思うかもしれませんが、スピリットたちはここで皆様に警告を発し、そのことに気づいて準備ができるようにしてくれているのです。今この惑星では良いこともそして悪いことも含めてたくさんの出来事が起こっています。事故を起こしやすくするエネルギーによってフィラデルフィアにある築5年の新しい橋が焼け落ちました。そして恐ろしいバスの事故がニュージーランドで発生し、結婚式に参加していた10人もの方が亡くなられました。以前からバスの事故については予言してきましたが、これに限らず多くの事故がこれから起ころうとしています。ニュースによればスピード超過の車がこのバスに激突し10人が死亡、25人が負傷し、うち2人が危篤状態にあります。この事故で犠牲になった方々に心から哀悼の意を申し上げます。一方で私の故郷であるフィラデルフィアは最近いいことがありません。ワールドシリーズもスーパーボウルも負けが続き、そして今回は高速道路の橋が焼け落ちてしまいました。実は90年代にもこの付近で大火事があり、それから急いで電車に乗り換えた覚えがあり、そして2年ほどその橋は使えなかったと思います。前々からインフラへの攻撃について予言してきましたがこれもその一環です。ニュースによれば石油を積んだタンクローリーが橋の下で爆発し、高速道路は上下線とも通行止めとなりました。この写真を見る限り90年代に事故が起きたのと全く同じ場所で今回の事故が起きたものと思われます。しかしこのようなインフラへの攻撃は世界的に起こります。これも気の狂ったサイコパスによって脳に埋め込まれたイメージによって引き起こされた破壊行為だと思われます。不幸なことにそのタンクローリーの運転手はここで魂の契約を終えてしまいました。このようなことが再び起こらないよう心に光を灯し続けましょう。タンクローリーのように危険物を運搬する人たちは特に気をつける必要があります。前々から警告しているところの事故を起こしやすくするエネルギーはまだ生き続けています。この6月だけでも多くの悲劇を私たちは目撃してきました。事故や火災、果てにはダムの爆破までも起き、フィラデルフィアでは橋が崩落してニューヨークではボートが転覆しました。それだけでなく飛行機の墜落やバスの大事故まで、これらすべてがこの6月だけで見ても起きているのです。これからの事故を起こしやすくするエネルギーにより、特に交通機関で事故が起こり続けるでしょう。皆様が交通機関を利用するときは気をつけると同時に、悪いことを引き寄せないよう恐れないことが重要です。いかがでしょうか？フィラデルフィアの高速道路の橋の崩落は、高速道路上ではなく高架下でタンクローリーが燃えたことにより起こりました。1日16万台が通行する重要な物流ルートだそうです。何かありそうですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。